どうしようかなっていう感じですが、よいしょ。お、これは普通に1から、エニカラかな、エニカラ株式会社が有している商標の中で剣持だけ故障が必勝なのは何だの。これマジで、いや、うす、おい、え、そうなの。なんで剣持じゃ、剣持でいいじゃん。なんで剣持だけは使われていいと思ってんの、力さん。あの、これ地味に気になってた。本当なのこれ、ね、本当なの、マジだよ。なんでこれ本当なの。いや、マジでかよ。あ、そうなんだ。いや、商標登録というものがね、あの大人の世界にはございまして、まあ当然ね、二次三次というものも、例えばエニカラさんが運営する二次三次っていうのを他の会社がね、二次三次っていうのを使うのは大丈夫なんですけど、商標登録をすることで他の人が二次三次とかをね、公式で使う時には権利が発生するみたいな、まあそういうやつなんですけど、他のライバー名とかもそうだろう、なんだろうけど、なんで剣持だってしてくれよ。剣持もしてくれよ。剣持だけ他の企業が公式で使って、そいつが商標登録したら僕だけ本名を名乗れなくなるじゃないか。ふざけるな。なんで必勝なんだ。優しさなのか。何、必勝の剣持って呼ばれてんの。無敵のマイキーちゃんそれ。これ本当なんだ、すごいねそれ。二次三次、二次三次、それはどういう、どう思ってそうしてくれたのか分かんないけどね。はい。